はい、皆さんこんにちは。シンガーソングライターの堀内敬三です。本日もご視聴くださいまして本当にありがとうございます。今日も映画森の学校に関する動画を収録させていただきたいなと思っております。どうか最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。2002年に完成したこの映画森の学校なんですけれども、現在また東宝系でドリパスっていう、もう一度映画館で見たいっていう、まあ要望が高い、まあ、リクエストするんですね。要望が高い映画をもう一度こう映画館で公開してくださるっていう、まあシステムによりまして、昨年末から全国のまあいくつかのこう映画館で上映されてまして、そのおかげもあって私も京都で現在2回見させていただきまして、最初に見た時に森の学校に感動しました、素晴らしかったですっていう、まあ、動画をアップさせていただきまして、そして2回目を見る前には、この森の学校の原作になっております、河合雅夫先生の少年動物誌を読ませていただきまして、で再度見に行かせていただきましたら、もう1回目のまた何倍もの私も感動を覚えて、そしてまず京都はひとまずこの公開が終わるので、まあ、この感動をまた自分の中でもまあ少しでもこう記憶させときたいな、そんな思いがありまして、ありったけのことを話したら50分を超える長い動画になってしまったんですけども、で京都の方がまあ公開が終わって、もうこれで当分見れなくなるのかなと思ってて、その公式のサイトを見たら、まあ、前回の動画でもお話したんですけども、3月の6日7日に大津のアレックスシネマっていう映画館、これが京阪の浜大津駅からも見えてる大きなまあレジャー施設でして、その隣には琵琶湖ホテルがあるんですけど、その浜大津アーカスっていう施設の4階にありますアレックスシネマで3月6日7日にもう一度こう公開してくださるということが分かりまして、またこの公開時間とかが決まりましたら、前回の動画でもお話しましたけども、映画を見終わった後になんか皆さんと一緒にこの森の学校の感動をちょっと分かち合えるような、なんかこうそんな時間を取れたらなと思っておりますので、先日も映画館で、TTS さんがお声かけいただいて、もう本当にそれも嬉しかったので、また日が近づいてきましたら、またお知らせさせていただきます。よろしくお願いいたします。で映画を見させていただいて、いつももう感動した映画は絶対にまあパンフレット買うようにしてるんですけど、今回ちょっとパンフレットがもう早々に売り切れてるということで、まあ、残念ながら手に入れられなかったんですけど、今回はその森の学校に関してはなかなかの情報量が少なくて、もうちょっとこの制作の裏話みたいなところも知りたいなと思ってたんですけども、もしかしたらと思ってそのヤフーオークションを見たら出品されてたので、もうすぐに落札させていただいて、で一昨日ね送ってきていただきました。で、まあ、このパンフレットなんですけど、で、送ってくださった出品者という方が、まあ、余談になりますけど、確か、阿弥良平さんという方だったと思うんですけど、ものすごい丁寧に送ってくださって、このクリアファイルに入れて、それをもう一重ビニールに入れて、で、それをもう一つ、プチプチのついてる、壊れないようなものでも巻いて、だから、パンフレットなんて、ね、壊れ物でもないんですけど、ものすごい丁寧に梱包して送ってくださいまして、感激いたしました。で、これは、パンフレットについてたんですかね、その当時の河合雅夫さん役をされた、当時小学校5年生の三浦春馬さんのね、本当に可愛らしいこの、写真もね同封していただきまして、阿弥良平さんありがとうございます。本当に嬉しいです。でもまあ本当に可愛いですね。本当に可愛らしい少年で、で同時に、3月に公開されます、これもまた三浦春馬さんが出演しておられます、映画ブレイブのね、パンフレットまで同封してくださいまして、本当にお心遣いに感謝いたします。で、今回この森の学校のパンフレットはね、やっぱり手に入れさせていただいて、もう本当に良かったです。制作委員会の方のお話であるとか、原作者の河合雅夫先生のお言葉とかね、いろいろありまして、一通りざーっと見たんですけど、またゆっくりね、これから見させていただきたいなと思います。で、まあ、すごくね、まあ、これちょっと、またちょっと脱線しがちになりますけど、面白かったのが、この後半のところに全員の、まあ、出演者の方、役名と役者さんのお名前がね、載ってまして、一番最初に載ってるのがね、河合静子さんということで、神崎愛さん、お母さん役が載ってて、で一番最後に載ってるのが、
お父さん役の河合秀夫さん役の篠田三郎さん、最初がお母さん、最後がお父さんっていうのもね、なんかこれ面白いなと思って、で2番目に河合正雄さん役で三浦春馬くんの お名前がございます。でこうずーっと載ってまして、で動画の中でも関西人の私にとっては懐かしい人が出ておられました。レッツゴー3匹のレッツゴー長作さんとか、パチパチパンチの島木ジョージさんとか、また5万回切られた男、福本製造さん、福本製造さんかなと思ったら、もう何人もなかったから、あれは福本製造さんですよとね、教えていただいて、あ、よかったです。間違えてなくて、本当によかったなと思いました。またこれからもいろいろと、私がちょっと教えていただきたいことを動画で話したら、コメントで教えていただけたら本当にありがたいです。で、何がね、私ちょっとびっくりしたかと言いますと、役の名前がね、ずっとこう書いてあって、役者の名前が書いてあるんですけど、なんとその、島木ジョージさんのところ、これ、わかりますかね？島木ジョージさんのところ、ゴリラって書いてあるんですよ。ゴリラって。で、ま、映画の中では、美代子ちゃんが、マミ動物園に来て、動物園って言ったって、その、虎もライオンも、ゾウもいないじゃないって、こんなの動物園じゃないわって言われて、で、まさおくんもね、まあ、確かにね、小動物しかもちろん飼えてないですから、で、その後、あれが、笹山城、城跡をあれ管理してるような役なんですかね。行って、ね、島木ジョージさんがこうお掃除してるのを見て、ゴリラやったらいるんやけどなっていう、まあ、すごい面白いシーンですよね。皆さんがもう笑う面白いシーンで、あそこでゴリラって言うてるんですけど、でもその後に、そのみんなが忘れてきたカバンをいっぱいかけて、帽子もかぶって現れて、で、ね、忘れ物ですって言って、丁寧にね、親切にその届けてくれて、あの時にお母さんが確かにと、私ちょっと忘れたんですけど、何々さん、ありがとうございますと言って、そのわざわざ持ってきてくださった、島木ジョージさんに、お礼を言うてはる時に、お名前をお母さん呼んではるから、名前があるはずなんですよね、役の。だから、そのお名前を書い、普通書くもんやと思うんですけど、ここにね、役名がゴリラって書いてあるのがね、私もびっくりしました。で、島木ジョージさん、2016年に、確か72歳でね、亡くなられたと思うんですけど、だから、まあ、関西の方でなかったら、これわからないと思うんですけど、吉本新喜劇に出ておられてね、だから、マネージャーの方が、島木さん、映画のお仕事が入りましたってね、もうご報告あって、ほんまでっか、それは嬉しいですわ、って、どんな映画でっか、言ったら、いや、丹波の笹山を舞台にした大自然の中で、家族の愛に包まれて、成長していく少年が主役の、なんか素晴らしい映画らしいです。そんな、素晴らしい映画に、渡り出られまんの嬉しいですわ、って、どんな役でっか、言ったら、いや、で、島木さん、ちょっと今役名と、役者さんの主要な方のお名前なんかがリストが届いてるんですけど、島木ジョージさんのところの役名が、ゴリラになってるんですけど、って言われて、ゴリラって何ですのその役みたいな、まあ、もう私の想像ですけど、きっと、そんなやりとりがね、あったんではないかなと、想像される、このパンフレットを見させていただいただけで、私一人で笑っておりました。で、このパンフレットを手に入れてね、すごい嬉しかったのが、最後のページに、主題歌の森の学校の、歌詞が載ってまして、で、何人かの方が、共感だしさんもそうやったかな？何名かの方が、森の学校、音楽も素晴らしかったっていうね、コメントもいただいて、私も本当そう思うんですよ。なんかすごい素朴なね、メロディーで、なんかすごい見終わった後も、タン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 って、なんかずっとなんかね、鳴ってまして、あれを、音楽を、なんか聞きたいなと思って、どっかになんか YouTube とかに上がってないかなと思ってね、調べたんですけど、どこにもなくて、で、配信サイトにもないし、で、譜面もなんかあったらね、それで大体メロディーが全部わかるので、譜面も手に入りそうもないし、何にもね、ないので、だから、もうどんどんね、なんか忘れていくし、で、まあ、次見たときに、まあ、しっかりとちょっと、覚えようかなとは思ってたんですけども、歌詞がね、ここにパンフレットに載ってましたので、なんとなく歌詞を見たら、メロディーもね、覚えてるメロディーを、なんとなくこうメロディーも蘇ってきた感じがしたので、今日はね、
この皆さんもまたあのメロディー、あの主題歌どんな感じだったかなとね、映画を見て感動された方思っておられるんではないかなと思いますので、十分ではないとは思うんですけど、森の学校の主題歌、森の学校をね、今日はちょっとこの歌詞を見て覚えてる記憶で2回しか映画見てないので、ちょっとね、後から聞いたらちょっと違うあのメロディーももしかしたらあるかもしれないんですけど、ちょっとトライさせていただきたいなと思います。で、作詞作曲されているのが藤家恵子さんっていう方で、京都市ご出身 で東京芸大の作曲家を出られてるんですかね。で、作曲のコンクールの中に数々入賞されたりしてされてる方ですので、芸大のおそらく作曲家を出られてる方やと思うんですけど、素晴らしいね、本当に素朴な作品かなと思います。で、京都をまあ舞台にして制作もおそらく京都でされてるので、まあ、京都交響楽団とかが演奏されてるのかなと思ったら、ここに載ってるのがね、セント、ペテルブルグ交響楽団の演奏ということで、調べたらこれがロシアの交響楽団でして、で、収録風景も載ってるので、あの作品のこの音楽の収録を、ロシアでね、きっとされたんだなと思って、またこのあたりのなんかこう制作秘話も聞かせていただきたいです。で、合唱が京都市、少年合唱団になっているので、私映画を見させていただいたときに、もしかしたら出演してる兄弟とか、同級生とかが一緒になって歌って、もしかしたらこの歌声の中に、当時小学校5年生の三浦春馬さんの歌声も混じってるのかなとね、ちょっとこう想像しながら聞いてたんですけど、これで見ると、まあ、合唱が京都市少年合唱団になってますので、もしかしたらあの歌声の中には、入ってなかったかもしれません。またなんとか、この時のちゃんとした音源か、まあ、譜面を、手に入れさせていただいて、ぜひまたもう少しちゃんとした形で録音して、どこにもねアップされてないので、それを聞かせていただけたらなと思っております。で、調べましたらジャスラックにちゃんと登録楽曲になっておりますので、YouTube でカバーさせていただくには問題ないと思いますので、それでは森の学校の主題歌、森の学校を記憶を頼りに歌わせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。お山に春風吹いてきて、わんぱく子狐飛び出した、もぐらに亀さん起きなさい、森の学校始まるよ、風が歌えば木々が笑い、ひな鳥たちもさえずって、みんなの命に花が咲く。お池に雨が降ってきて、嬉しいカエルが宙返り、雨粒たちも飛び跳ねて、僕は空から来たという。雲が流れて日差しが戻り、木陰の蝶々も顔を出す。森の命が輝くよ。どうもありがとうございます。今日は映画森の学校の主題歌、心の中でなんかずーっと鳴ってて、どんな歌だったかなーといつもずっと思ってる、主題歌の森の学校、手に入れさせていただきました。パンフレットの最後のページに歌詞が載っておりましたので、ちょっと記憶を頼りに歌わせて、いただきました。またしっかりした音源、譜面を手に入れたら、またしっかりとね、録音させていただいてお聞きいただけたらと思っております。本日も最後までご視聴くださいまして本当にありがとうございました。生まれてきてよかった、君と出会えたから。